暴力団同士の金融っていうのを見てて、吉本も吉本ファイナンスってあるじゃないですか、はい、なんか吉本同士の金融もなんかそういう感じちょっと被るなっていうまあちゃんとしてるんでしょうけど、めちゃめちゃちゃんとしてるらしいよ。全然貸してくれへんの、うん、あ、そうなんですもう20年近くやってる後輩が引っ越しすんのにどうしてもお金ないから、はい、ちょっと吉本ファイナンスにっつって、はい、俺やったら何も貸してくれるかちょっと調べてくれっつって、その稼いでる額の何パーとかって決まってるんですって。お貸しできるお金2000円です困った時に借りれないじゃないですか